こんにちは、みずなです。今日は、ズームをアプリじゃなくて、ブラウザで開いてみたいと思います。 アプリとブラウザーズームって2種類あるのって思う方もいらっしゃるかと思います先日アップしたこの動画で説明しているんですけどアプリがインストールできなくてズームに参加できない人がたまにいるよっていうお話をこの動画でしていますでそういう場合は主催者さんがブラウザーで参加できるように設定さえしといてあげたらブラウザから参加できるんですよっていうお話だったんですねでそのブラウザーで参加するための説明動画っていうのも3年ぐらい前に 前に作ってあるんですねこれで参加者さん用と主催者さん用の動画っていうのがありますなんですけどちょっとこの動画古いので 画面がもしかしたら変わってるかもしれないなーっていうのもあってちょっと今日やってみようと思いましたアプリとブラウザって何っていうことなんですけどまず Zoom を始めるときにアカウントを登録する方ってこういうねインターネットを開いてそこからメールアドレスを登録してでダウンロードしたりいろいろやったと思うんですよねで管理画面もこういうブラウザで開くじゃないですかはいなんですけど Zoom をダウンロードしましたよねここに でそのダウンロードしたこれが Zoom のアプリになりますなのでこの管理画面からミーティングを開始するっていうのをクリックしても開くのはアプリなんですよ送ってもらった URL をクリックしても開くのはアプリなんですね一回クリックしてみますねはいこういうふうにここで Zoom を開くっていうのを押すとアプリが開きますここに立ち上がったと思うんですけどここに出てるっていうことはアプリってことですね はい、一回閉じますねでこちらのアプリをクリックしても立ち上がるのはこれですねここに出てますアイコンが。 これがズームのアプリになります。基本的にはダウンロードしてインストールしたことがある方っていうのはズームを始めれば必ずこれが立ち上がってると思うんですね。ですけどパソコンのセキュリティソフトが邪魔してアプリがインストールできなくってインストールの仕方がわからないっていう方とかあとはインストールしたくないっていう方もいらっしゃるんですよね。なんかね、そのズームのセキュリティ的にはそのインストールをしないでブラウザからズームを立ち上げた方が安全っていう話も ネットででちょっと見かけたんですよね機密情報が入っているパソコンで使うんだったらアプリをインストールしないでブラウザから開いた方がいいよって書いてる記事がありましたなのでインストールしないでブラウザからズームを開くっていう手順をちょっとやってみたいと思います、まあ、この動画がちゃんと作れたらこちらの動画と置き換えるかもしれないんですけどあのなんでなんせ私いつも行き当たりばったりの動画なのでどうなるかわかんないんですけどちょっとやってみたいと思います で、こちらの今、リンクをクリックしたら、まあ、初めてズームを開く方はこれじゃなくって、勝手にダウンロードが始まって、ここにズームがダウンロードされると思うんですね。で、インストールする方はそちらをクリックすると、勝手にインストールが始まるんですが、インストールをしたくない方は、もうそのダウンロードされたやつは、ほっといて、後でゴミ箱に捨てていただいて、こちらからズームを開始します。 で、アプリが開いちゃった方も、今回はブラウザでズームをやるっていうことなので、こちらのキャンセルでこの画面を閉じます。で、こちらにズームが <laughs> 立ち上がってるんですけど、これも消しときます。はい。で、この画面ですね。ダウンロードできませんかこちらをクリックして開始することもできますっていう、こういうリンクがあるので、このこちらをクリックします。はい。そうすると、こちらにブラウザ版のズームが開きます。で、こちらが通話。 こちらがコンピューターのオーディオっていうタブが2つあるんですがふだ、まあ、段はたいこちらのコンピューターのオーディオを使うと思うんですねでコンピューターでオーディオに参加っていうボタンをクリックしますこれで Zoom のミーティングルームに入ったことになっていますで一応これはホストなんですね1人ズームをやっています iPad からはブラウザーで開けないっぽいです、はい、再度お試しくださいを押しても多分これが開きますねはいということで ブラウザから参加する場合はパソコンから参加しましょうということだと思いますはい、それでは iPad で参加しました今参加者2になってますそれから iPhone でも参加しました今参加者3になってるんですがこちらに3人いるんですけれどもあのブラウザ版の場合はここね全画面の切り替えはできるんですけどギャラリービューとかの切り替えはできないみたいなんですよねで、ドカーンって今この この人は iPad さんなんですけど、ドーンと一人だけ <laughs> 表示されています。で、iPad のカメラを入れても、iPhone のカメラを入れても、なんか表示はどうも一人みたいなんですよね。この辺の切り替えがちょっとわからないんですが、で、ホストさんのカメラをオンにすると、ドーンとここに私の顔が <laughs> 映るんですけど、ちょっとあまりにもドアアップなので、今回はやめておきます。 はい、あとはこの辺の設定は同じみたいなんですけどなんか表示がね英語だったり日本語だったり多分ここは待機ルームを有効化っていうものだと思うんですが英語になってますでチャットが遅れたりこの辺はまあ大体アプリと同じかなと思いますこれはホストさんの画面ですね参加者さんはちょっとここが違うかもしれないんですけれどもホストの場合はこんな風になっています、まあ、ちょっとこのねギャラリービューにできないっていうのはちょっと あのズーム飲み会とかかやった時は寂しいかなやっぱりアプリでやりたいなって思っちゃいますね。はいそんな感じでした。参考になれば幸いです。